さて今週も豪華なゲストの皆さんでございます。まず春安子恵子さんでございます。どうもこんにちは。どうも。ねこれプロレス私らね、2回目なんですけど、2回目室蘭でご一緒で、ね、はい、見せていただいたんですけど、 それからもうすごくね好きになりましてね。あららそうですか。やっぱり私はね、デビル雅美さん好きなんですよ。あらそう。でも綺麗な面白いでしょ。やっぱり綺麗な顔なさってますね、はい、こう次はどんな反則してくれるのか楽しみになるしね。そうですか、はい、でもやっぱりこう実力派のね、ジャガー横田さん好きですよ。いろいろやってますね、はい、結局いっぱい全部ね、はい、今日も一つ元気よくね、観戦してください。はい、ありがとうございます、はい、それからもう一人渋谷哲平さんです。どうもよろしくお願いします。渋谷哲平さんは女子プロレスなんかどうなんですか。はい、初めてです。テレビでは結構見たことあるんですけども、で、はい、生で見るのは初めてですからね。誰かこういう人が好きだとか僕は、ありますか。ミミさんがやっぱり好きですね。あ、なるほどね、はい、今日も試合がありますんでね、はい、一つ応援してください。ただし場外乱闘がありましてね、はい、いい男が座ると来るんですよ。それが、怖いんですよ ね。だから安子さん恵子さん助けてもらってください。はい、慣れてますよ。私たちが当てにならんと思うけど、ということなんですけどもね、はい、それではもう一人ですね、レポーターの小早川雅昭さんでございます。どうぞ。はい、レポーターの小早川雅昭です。広島は私の生まれ故郷でございまして、広島空港の方も随分立派になりました。改装されました、飛行機もプロペラ機が姿を消しまして、大型ジェット767が飛んでいます。今日も張り切ってまいりましょう。塩野さんどうぞ。相当強度のPR が入ってる。呉三田高校の出身でございましてね、はい、一つふるさとで張り切ってレポートをお願いいたします。それではまずですね、今日は歌からまいりましょうかね。ジャガー横田選手の歌でございます。どうぞ。原作綿の国星。ちび猫、素敵な夢をありがとう。コンピューターが歌い始めた。岩崎学園
情報科学専門学校インフォメーションサイエンス。宝焼酎純電気、水道、電話代は銀行自動引き落とし、スーパーの買い物も自動引き落としでいいよね。タモリ様、大寒一本お買い上げ。キャッシュレスはスーパーから GC カード。一枚の切符、一個のトランク、一箱の脳神、俺の旅自宅。頭痛に脳神 AR、早く聞きます。フリーザーの大きさはこのくらい。もっとそのくらい。ジャンボフリーザーの2ドア登場。ウォー、2ドアも3ドアもナショナルダッシュリブー300。さて、先日フジテレビの方で、今年のですね森林オーディションというのが行われておりましたね。一つこの時の模様を宮本久夫記者にいろいろ話を伺ってみます。宮本さんはね、スタジオでこのオーディションに立ち会われたわけですね。はい、はい、いかがでしたか今年は。そうですね、まあ、あの応募者100人ほどあったみたいですけどね、はいはい、当日、まあ、雪も降ってたこともありまして、うん、70名ちょっとの、まあ、スターの卵たちが集まったわけですけどね、はいはい、まあ、基本的にあの体力テスト、うん、それからまあ1分間の、まあ、自己 PR といいますか自己スピーチを、はい、やったんですけどもね、まあ、異例 の、 あの第4次審査まで行きましてね、普通まあ3時ぐらいで終わるんですけども、はい、まあ、結局合格者8人、それからまあ補欠として2人、はい、結局まあ10人の、まあ、新人の卵が一応入る、うん、3月からまあ入ってくるわけですけどもね、はいはいはい、まあ、いろいろあのバラエティに富んだあの人材がいたと思うんですよね、うんうん、まあ、剣道やったり、まあ、柔道やったり、うん、まあ、いろいろその他、まあ、中学で運動競技をやってた選手が多いんです、うん、で、まあ、背の高い人がまあ170センチちょっと、うん、まあ、だいたい160代ぐらいですけどね、はいはい、まあ、これといった飛び抜けたあのすごいなっていうのはちょっとあまり見当たりませんでしたけどね、うんうん、いろいろ粒の揃った、うん、まあ、あのいい素材が入ってきたんじゃないでしょうかね。ああ、そうですか、はい、うん、まあ、あの毎年ね、いろんなあの傾向があるんですけどもね、今年の傾向というのはズバリ言いますと、そうしますと粒が揃った、そうです、ね、飛び抜けたあの大きな人はいなかったけども、磨けば光ると、そうですね、そういった感じですか、はい、ということでございましてね、これからどう成長いたしましてリングに登場してくるか、このあたりが大変楽しみでございます。さて、それでは試合なんですけども、デビューして1年の小倉由美選手、それからアメリカから初めて日本にやってまいりました、これまた新人のスーザースターの一戦からご覧いただくことにいたします。今花道を通ってアメリカの新星スーザンスターがリング上に登場しようというところ、今日は鮮やかな緑のガウンであります、黒いハット。そして対するは小倉由美選手であります。やや緊張した表情で唇をかみしめるようにいたしまして、紫のガウン、小倉由美、リング上に登場です。大変長くお待たせいたしました。ただいまより全日本女子プロレスを開催いたします。第1試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。広島県立体育館のお客様にこれから選手の紹介であります。今年の新人テストも行われました。小倉由美選手としては先輩の立場にこれから立つわけであります。日本のリングにも次第に慣れてまいりました。力を発揮してまいりますスーザンスター。さあ、これから今日の第一試合が始まります。まあ、あの新人テストがあったりですね、やはりあの後輩が入ってくるということは、小倉由美選手なんかにとりましてもね、
また新しい決意がね、そうですね、まあ昨年の3月に入りましてね、はい、今ちょっとほっとしたぐらいの時期になったと思うんですよね。そうかも分かりませんね。で、まあ、今度新人オーディションで、まあ、10人近くの選手が入ってくることが分かって、はいはい、まあ、やはり優雅な気持ちをね、立て直して、本当に焦りもちょっぴりありますがと、はい、分かってましたけどね。そうでしょうね、まあ、小倉由美選手は最初の頃はねどうかなというのは始まったんですけども、急激に成長してね、そうですね、伸びてきた選手ですもんね、まあ、昨年の新人王戦ではね、はい、中野選手に敗れましたけども、はいはい、まあ、2位ですからね。問題は、まあ、ちょっと体がありませんのでね、この辺りが心配なんですけども、ね、おっと早くもこの新人の小倉に対して外人コンビね2人攻撃を仕掛けております。あー、ペギニーが出てまいりました。そしてこちらも出てまいりました。いや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 、放送席の横早くも悲鳴が上がりました。安子さん、恵子さん、はい、渋谷哲平さん大丈夫？大丈夫です、ね、はい、気をつけてくださいね。もう安子さん、恵子さんはね、はいはい、よくわかってるんですけども、怖いです、でも何度見てもやっぱり怖いですね、あ、そうですか、はい、今日はしかしね、もしよかったらね向かって行ってください。あ、そんな怖い。さあ、今ペギーリーが小倉由美をリングの中に入れました。身長が違います、ストンピング。さあ、この野郎という反撃に出ました。お互いにね、殴り込んだりました。ボクシングのような感じです。右のフック、ストレート、そして今度はキック攻撃。さあ、髪の毛を持ったボディースラムに行きました。さあ、上から本の体勢に入っている。これはどうか、決まるか。過労して逃れました。ロープに振りました。どう持っていきますか。まずドロップキックを一発見舞いました。そして方向を変えました。違うアングルからどうするか。あ、今度は後ろに落としました。この野郎という小倉由美、もう一発ショルダースルーで後ろに落とした。さあ、髪の毛を掴んだ。どうフィニッシュに持っていこうとするんでしょうか。ボディースラム気合が入っている。さあ、今ペギーリーが出てまいりました。カウントが入る。カウント2であります。あっと、今度はまたペギーリー、あー、2プラットになりました。2人攻撃だ。これはひどいですね。完全に反則であります。ペギーリーの方がもう見てられないという感じになってまいりました。そしてツーダンスターが今トップロープに上がりました。さあ、ですからね、バックリーが体勢に入っている。そしてエルボーであります。こういうことをやられたんじゃね、ちょっと小倉由美としてはしようがないでしょう。あ、これでカウントが入ったんじゃかわいそうだ。あ、完全にこの体勢です。ねえ、これあたりがちょっとね、安子さん、恵子さん、ひどいという感じもするんですけども、しますよ、完全にあんなひどいですよね。ねえ、完全にひどいですよね。あんま外人あぶたら何でもしたらいいって言うのちゃうよ。その通り。出血腫れかゆみに白い G4。 オキ電機の瓦版ボードに書いたものをその場でコピーします。便利だ。縦板にコピー、オキ電機の瓦版。女はデリケートだから特本エースがよろしいかと存じます。男だってデリケートだと申しております。うちのターザンが肩こりに特本エース。このマイルド感は初めてだ。キャビンにマイルド、軽さに味がある。キャビン85マイルド新登場。健康野菜のパンプキンが初めてスナックになりました。カボチャだわ。新発売。おばあちゃん、遊園地の券どうもありがとう。僕ね、ジェットコースターに乗ってね。贈り物に全国共通遊園地券。お求めは全国有名デパートスーパーで。胸の奥へ入れてあげるね。ホットで飲む私のカルピス。
踊り、人、眠る。ジャパンライフの深層寝具。今週の全日本女子プロレスは広島にやってまいりました。広島県立体育館、立派で大きな体育館からお送りしております。さあ、選手が登場してまいります。例によりまして黒いガウンを身につけております山崎いつき選手であります。そして今日山崎と対戦いたしますのは舘野則雄選手であります。宮本さん、はい、山崎舘野両選手の対戦というのも久しぶりで、これまた面白いですね。そうですね、はい。まあ、何度も全日本ジュニアでね、対戦してる2人なんですけど、ね、随分やりましたですよね。かわいい服ですね。このね、舘野則雄選手紹介されますけどもね、これはどうでしょうかね。安子さんと恵子さん、室蘭でご覧になった時にいませんでしたかね、新人で。いらっしゃいました、ね、はい、はい、女子プロレス界のね、松田聖子ちゃん、デビューした時はそういったね、愛称で親しまれておりました。そして実力は山崎いつき選手であります。まともにキャリアを積んでね、いろんなあの戦いの歴史がありましたが、こうして久しぶりに対戦するわけであります。舘野則雄、山崎いつき、まあ、今日非常にあの興味の持てる一戦であります。ともに、18歳になったばかりですね、そういえばね、はい、16歳の時から2人は対戦してるわけですからね。特にあの舘野則雄選手は16歳ジュニアチャンピオンということでね。さあ、このあたり十分相手の動きを見ております。18歳同士の対戦、そうなんですよね、はい、拍手を求めるな、はい、あ、そうですか。今週はゲスト春康子さん、恵子さん、そして歌手の渋谷哲平さん、3人をお迎えしております。広島県立体育館であります。最近、まあ、この2人なんですけどもね、宮本さん、はい、まずそうですね、舘野則雄選手から伺いましょうかね、はいはい、どういうふうにご覧になってますか。まあ、舘野選手は1月の8日の日ですね、はい、まあ、長代選手に敗れまして、うん、ちょっとかわいそうなことしましたね。全日本ジュニアのタイトルを、まあ、失ったわけですけどもね、はい、まあ、これからは、まあ、全日本、もう一つ上のランクの全日本を目指して頑張りますと、はい、まあ、脱皮宣言と言いますかね、はいはい、やってましたけども、まあ、あの試合を見ましてもですね、以前は何て言いますか、まあ、おしんのチャンピオンと言いますかね、はいはい、それがベルトを守ることが必死でですね、あまり積極的な動きをしないレスリングと言いますかね、はいはい、それが一転してやはり攻めるレスリングっていうのをずっと見せてきましたね。あ、そうですか。そういう心境が、はい、見られますね。あ、なるほど、まあ、負けはしましたけども、技も積極的にいろいろ、はい、たくさん出るようになりましたからね、まあ、ジャンピングニーパット一つにしても、うん、ジャンプ力も出てきましたからね、はいはい、これからが本当にそういう意味でトータルにこう伸びていく、あ、そうですか、きっかけになったんじゃないですかね、はい。渋谷さんね、はい、今攻められているね、はい、舘野則雄選手が、まあ、ちょっと前まではジュニアの、ね、チャンピオンだったんですよね。あ、そうですか。で、今解説の宮本さんからおしんチャンピオンなんて話がありましたけども、とにかく攻められても攻められてもね、粘っこく試合をすることでね、相当ファンがいたんですけどもね。いや、もうなんかこんなご近所でプロレスみんな初めてでしたね。ご近所でね、本当に言葉が出ないですね、はい、そうですか。まあ、女性のですね、凄まじいね、一つ闘争をじっくりとご覧ください、はい。さて、山崎月選手についてはいかがですか。まあ、今は一応ヒールと言いますか、はい、まあ、ブラックから出てるんですけどもね、まあ、この人ベビーフェイスもやったりするんですよね、そういう意味ではね、非常に、どちらもやれるタイプなんですよ ね、 そ う、 ですね。そういう意味で非常に得してると思うんですよね、はいはい、この人はね、はい、でそれにまた応えて、ずっと心境を見せてきてると思いますね、はいはい、だからこの2人が、まあ、次の世代と言いますかね、はい、将来的にやはり大きな鍵を握ってると思うんですよ。そうですね、特に山崎一選手なんかは関係者の期待も大きくて ね、 そうですね、将来は3AA の、ね、世界、チャンピオンのベルトも狙えるんじゃないかと、そのぐらいの期待があるんですよね。そうですね、その山崎一選手であります。さあ、ちょっと不正に回ってしまいました舘野則雄、どうか。
ショルダーで行きました。塩野さん、はい、小早川ですが、はい、舘野典男選手ですね、ちょっと嬉しいニュースがね、2つあるんですね、はい、先日は月刊誌にね、大きく取り上げられました、クローズアップされましたね、そして今私の手元の方にはですね、舘野典男、はい、公認ファンクラブのですね、はい、創刊号が実は届いているので、ちょっと見せていただけますか、はいはい、これがキャンディー、そうなんですけれどもね、はい、立派な本ですよ、立派なものが出てますね、はい、一番後ろの方はですね、舘野典男選手のサインですね、はい、そしてこの、創刊号ですがね、会長さんがですね、福岡県の米沢正明さんですね、はいはい、大学2年生の方なんですよ、従いましてね、ファンの方も九州地区を中心として多いわけなんですが、うん、今度、九州シリーズありますね、はい、30人ぐらいの皆さんね、全員ついていくそうですよ。あー、そうですか、はい、いや最近女子プロレスにも本当に熱心なね、公認ファンクラブがたくさん生まれてましてね、そうですね、各地で全国的なまあ、バックアップ運動をね展開してくれております。女子プロレスの選手にとってもこれは本当に嬉しいことであります。今もほとんどの選手がファンクラブ持ってますからね。持ってますよね、はい、しかも僕なんか見てる限りではみんな真面目でね、本当に一生懸命プロレスを理解して、そうですね、心から気持ちよく声援を送ってるという感じがありましてね、これからも健全な方向でね、どん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 こういった公認ファンクラブが生まれてくることを期待したいものであります。の間にね、ガッチリと頭を挟まれております。あー、これなんか効くでしょう。思わず頭を抱えております。舘野典男選手であります。あーっと、強烈なキック、この辺りが素晴らしいところであります。さあ、3発3連発放送席の前に落っこしてまいりました。舘野典男選手であります。あー、いったことやるんですよね。私18の時あんな熱いことしませんでした。あー、そうですか。何してましたか。漫才してました。二人はいくつぐらいの時からコンビを組んだんですか。ね、やっちゃんが14で、私が17の時です。ああ、そうですか。はい、もっと早かったわけですよね。長いもう付き合いですね。長いですね。はい。渋谷哲平君は、はい、18歳の頃なんてのは、いや、もうちょっとおとなしかった。あ、そうですけど、ね、おとなしかった。ああ、中学ぐらいの時はね、これぐらいやってたかもしれないですけど、ね、逆にね、じゃあもう卒業してたんだ、逆に言えば、ねえ、あーっとキックに行きました。あ、この辺りの攻めなんか確かに宮本さん、舘野選手ちょっと変わってきましたね。そうですね、なかなか積極的に仕掛けていくようになりました舘野典男であります。あ、さあ今度はどうするか。あーっとかわされました。今まともにお尻を打ちましたですね。回転蹴り固めに入った。どうか、カウンター1でした。さあ第2熱を帯びてまいりました。アウト、後ろに落としました。すごいなね、今なんかやはりお尻を打ってますよね。もう一ついっております。あの技なんか昔池下がねよく見せたりしてたんですけども ね、 バックリップでね、はい、池下流のねバックリップ。さあまた髪の毛を持ちました。強烈なね投げ技を連発しております。どうしようかという感じ。しかし簡単にはね、カウントは入りません。さあ右手を持っている山崎いつき選手であります。共に18歳、ジュニアチャンピオンの座を巡りましてね、何度も対決いたしました。しかしチャンピオンベルトには山崎いつき選手の方はちょっと縁がありませんでした。そうですね、ずっと無冠ですもんね。はい、しかしこれから今度はと、ね、何回も言われてきたんですけども ね、 ね、最後の詰めと言いますかね、まあ、力があってもこのプロレスの場合は何かベルトに縁がない人と、ね、簡単にね発調者で、ベルトに手の届く人とねありますよ、まあ、30分時間切れとかね、あったんですけどね。しかも一旦チャンピオンベルトを持っちゃうとね、一方的に押していても何か判定でねベルトが移動しないというケースもありました。あった、背中をバシッとやりました。この辺りは山崎いつきデビル軍団で十分にね、経験を積んでおります。さあ、しかも舘野の反撃が始まりました。さあ、さあどうする。
もう一つロープに踏みました。今のまあジャンピングネックブリーカードロップでね、まあ縦のの最も得意とする技の一つなんですけどね。なるほどね。最近まああの盛んに使うようになったんですけどもね。やはり相当に効いてますか。やっぱり効いてますよね。あ、そうですか。まあ、ちょっと、あー、なるほどね。はい。あー、いやー、しぶさがありますね。そうですね。13.35秒。こういった感じのね、攻めが縦の踊りを選手は実にうまいね。押されて押されてね、なんか苦しそうな表情をしながら最後はですね、綺麗に決めました。まあ、縦の技をつなぎましたね。山崎もちょっと冬をつかれた感じでね、騙されたというような感じでね、何か釈然としない表情をしております。山崎樹選手であります。100% のマーガリンだから、おいしい。コーン100。アルカンアイズ新発売、天然ハーブだからとってもヘルシー、ハーブキャンディー。アルカンアイズ。こやつら一体何者だ。命を投げて悪を打つ水庫伝。ありのままに咲く花、おいしいヨーグルトを食べていますか。生乳が生きているヨープレイト。国際電話がダイレクトにできる国際ダイヤル通話、アメリカと1分間610円、6秒刻みでお得です。しかも登録はご相談はお電話で。消せる色鉛筆、鉛筆型消しゴムがついて新登場、さくらクーピー色鉛筆。これは飛んでる。僕は遊びのカタログだ。こいつは走りのカタログだ。付き合うぜジャスティン、新登場。男には無性に優しくしたくなる時がある。おいしさは心です。クリーミングパウダーは川がたくさんあってすごい綺麗なんですよね。よく調べましたね。任せなさい。あれなんていうんですか、あのでっかいトンネル山。あれ。あっちはね、宮島っていう。いや、あのトンネル山。あれは、あ、海があるしね。あの山。君の好きなデパートもあるよ。いや、あの山が来てるし。じゃあ、クラッシュギャルズ、広島案内行ってみましょう。さあ、張り切ってる2人ですが、どんな広島案内になるでしょうかね。そしてテレビをご覧の皆さんからクラッシュギャルズに寄せられた質問に、今日は2人がどんと答えてくれることになっていますので、こちらもお見逃しなく。虹だ。
みたいでしょ、綺麗な。いや、私みたいなの。あれなんて好きだよ、ちゃんと形。チムサって花みたいだよね、毒ダミソ。そりゃなんじゃないの。そうかな。君のことじゃないの、それは。毒ダミソの吉尾君が好きだけど。あ、ちょっと暖かくなってくれないかな。すごいハトだね。びっくりした、こんなにいたら。初めてだね、こんな近くに寄って、ね。人間怖くないのかね。太ってんねやろ、ね。ところでさ、うん、こんなのんびりしてるとなんか子供の頃思い出さない。うん、悪ガキだったんでしょ。喧嘩ばっかりしてたんじゃないの。私は番長だったよ。本当？田舎の言い方で言えば番長ね。番長。うん、そうだね、私は。よくお母さんたちね、泣かしちゃったみたいね。道路の真ん中に座り込んでね、うん、車何十台も止めてさ、すごい、ね、おいは長いちぐさぞ、なんか文句言うかなって今の略すと、うん、だっけ、私は長いちぐさだ、何か文句あんのか、そういう風にね、堂々と座って言ってたんだって。私はね、自分じゃ思わないんだけどね、お母さん曰くね、暗い子だったっていうね。いや、とんちゃんの場合はあれなんじゃないかな。私前昔の写真見たことあるけど、あの太ってたね。いいじゃんそれ、ぽっちゃりして、ね、でも可愛い顔してたんじゃないの。男の子みたいだってね。なんかね、なんかね、やりたいものってあるじゃん、やっぱり子供の頃ってさ、なんかなりたいっていうのがなかったんだよね。私はね、ガッチャマンごっことかね、なんていうの、男の子の遊びが好きだってね。女の子みたいにね、あ、ママごとなんて絶対やんなかったしね、ピストルのさ、銀玉鉄砲だって、ああいうの買ってもらったらさ、すごいバババババババすごい。泣かしてたんじゃないの、周りの子供。すごかったね、だって私がお風呂屋さん行くとさ、なんだっけ、前に入ってたさ、友達のさ、女の子とか男の子と逃げていっちゃった。チコが来たそうだって。相当丸ガキだったんだ。うん。ねえ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 。なんだよ。子供の頃の話はもうここやでいいからさ、お腹空かない。お腹空いちゃったね、ここに。好きすぎだよ、もう。グーグー行っちゃって。それじゃあね、とっときのところがあるんだよね。自分ちょっと、うん、調べてたけどね、うん、じゃ あ行きましょうか。そろそろ行こうかね。じゃあ行ってきます。行ってきます。せーの、ちゃっ。ということでやってまいりました。やってまいりましたね。お腹空いた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、空港ですから。じゃあ行ってきます。はい、行こう。じゃあ、ここ、ちいちゃん、もうお腹空いちゃって、いい匂いがきそう。こんにちは。おばちゃん、やってください。大盛りね。大盛り。超大盛り。はい、お待ちしてきた。はい、できました。ありがとうございます、ね、はい、お待ちしてきた。待ち遠しかったですよね、これが。では、いただきます。いただきます。自分さ、お財布と相談しないと。任せなさい。いやー、太っ腹ですね。給料出たばっかしなんですよ。じゃあ行ってみたいと思います。行ってきます。行きましょう。本当は、ここが広島で、あ、間違えました。
広島で有名な滝市場です。すごいね、本当。こんないっぱいあるよ。全部新鮮ですよ、これ。取り立てだから。すごい、おばちゃんすごいね。おはようございます。これ、一日何回ぐらいこうコンコンコンなんてやるんですかね。そうですね。何でできるほど叩きます。手ね、指の角であれでね。危ない。ちぎさがやったらすぐ怪我してる。オッケー、それあんたでしょ、それは。美味しそうな牡蠣の見分け方。見分け方ですか？うん。全部美味しいですよ。食べ方はどうやって食べるの、それ？そうですね。生でも食べられますしね。こうやってフライでもできますし。一つ、一つ食べてもいいかな？はい、いいですよ。はい、どうぞ。はい、いただきます。美味しそうですね、これは。いただきます。おいしい。どれ？いただきます。でしたけれども、広島の街をご案内したわけなんですけれどもね。それとクラッシュギャルズの素顔も見てもらえたと思いますし、はい、というところでこれがあるんですね。何でしょう、それは。何だと思う？ビデオテープじゃないですか。それは当たり前なんだけどさ、この中にね、ファンの人たちからね、クラッシュギャルズにこう質問がどっさりあるんです。あ、じゃあすぐ見てみましょうか。じゃあ行ってみたいと思います。行ってみます。はい、セットしてと。はい、プレイ。長尾センスにご質問しますけど、生年月日と星座と、それと血液型を教えてください。生年月日は昭和39年12月8日で、伊手座生まれの大型です。大型じゃないの、大型です。まあ、性格的にはこう気が多いというね。気が多いですよ、私は本当に気が多いです。材木屋さんだもんね。材木屋さんですよ、本当に。でも、あの人かっこいい、あの人もいい、あの人いない。あとですぐに言うでしょ、そうやって。私はこう一つ、一つに顔だけなんですよ。顔じゃないですよ、これ。もう嫌だ、何言ってんの。わかりました。はい、じゃあ次行ってみましょう。お二人にご質問しますけれども、女子プロの方の1日の練習量はどんなもんなんでしょうか。個人差もありますけどね。平均的に2時間から3時間くらいでね。そうですね。飛鳥選手に質問します。普段プロレスやってて恥ずかしくないですか。恥ずかしいと思ったらそれまでなのね。全然誇りに思ってます。だからそんなことはないですよ。長井中佐選手に質問します。僕プロレスよく見るんですけど、スコーピオンデストロックっていうのは相手のどういうところを痛めるんですか。腰とか足を重点して、腰を落とせば落とすほど腰は痛いし、足をもっとこう強くロックすると足も痛いし、やっぱし決め技にはなるんじゃないですかね。2人に質問します。誰に一番勝ちたいですか。そうですね、まあ、当面の目標としてはジャンボ堀選手、大森ひかり選手を倒したいね。そうだね、絶対だもんね。一番の目標ですね、今年中っていうか、うん、絶対に勝ちますね。絶対です。お姉さんたちはあれ、なんでプロレスに入ったんですか。ね、やっぱし強いもんね、憧れですよね、一つのね。それからね、やっぱりその時に何の目標もなくてね、こうプロレスを見てもこれしかない、うん、これしかない、それだけ。平凡な生活っていうのが嫌だったし、自分を試してみたかったのがあるよね。難しい話になりましたけど、次に行ってみたいと思います。ライオネス松川選手に質問します。好きな食べ物は何ですか。そして1日にどのくらい食べますか。1日は朝起きて食べて、バスの中で食べて、会場ついてお昼食べて、お昼食べて、会場で食べて、会場ついて食べて、夜食べて、寝る前で1日6食ぐらいですね、大体。それでまた完食するからすごいもんなんですよ。やっぱり女子レスラーですね。長井さんは7食ですよ。2人に質問しますけども、2人はリングに上がるときどういうことを考えますか。相手をねじ伏せるだけ。ジャンボさん、大森さん、次はこれですよ。
ダンプ松本選手とマスク選手もこれです。曲サロンやろ。これですよ。フラッシュギャルズのお二人に質問します。僕は趣味としてギターを持ってよく歌を歌ったりするんですが、お二人は歌がお好きですか？歌ってるだけのね、歌唱力は持ってないですから。好きだから自分でこう口ずさむぐらい。バス乗って二人でよく歌ってるの。この人うるさいんですよ。寝てるのにお声まで聞けずに怖いです。はい、次に行きましょう。二人に質問します。とほとんど二人とも女性って感じがしないんですけど、女だなと思うときはどんなときですか？自分の部屋掃除してみたりね。掃除しないんですよ。水着入ってみたりね。だって昨日なんか、黒いものね、昨日なんか他の人に水着作ろうしてましたよ。私1枚300円私は自分でやりましたけどしょうがないからやって。私はですね、料理してるときですね。あのカレーライスがこれその辺だけど、具を煮込んで食べる寸前にカレーにするか七にするか決めるでしょ。だってご飯炊くと迷惑かかる。じゃあ次に行ってみましょう。お二人に質問ですけども、将来結婚しましてお子さんができた時に、同じようにプロレスラーの道を歩ませますか？どうでしょう？自分たちが自由なことやってるから、やりたいことをやらせてあげたいし、プロレス見てね、やりたいって思ったらやっぱりやらせてあげたいですね。私なんか子供生まれたら自分のビデオを見せて、もし子供がやりたいならやっていただけるし、嫌な嫌われるタイプだね、子供にね人のこと言えないんじゃないの。私の子も自由にね、やらせて。よく言ってくれますよね。可愛いでしょ、私の子供って多分こういう子なんですよ、きっとね、近いです。お二人に質問します。僕はハラルトムが好きなんですけど、お二人は好きなタレントさんはいますか？誰？私は村下幸三さんですね。私は松田聖子さんですね。二人でコンビを組んで良かったことはありますか？二人でコンビ組んで良かったことですね。一人でやってた時よりね、こうプロレスに対する、ね、感覚がこう、そうだね、新しくなったというか、新しいものが出てきた。目標がね、うん、新しくなった。違った意味でのレスリングっていうのが出てきたしね。まあ二人でプラスだってね、空手も上手にできてきたしね。そういう面じゃないですかね。はい、ということでたくさんのご質問どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これから1年間もう全力で私たち2人頑張りますので、飛躍の年ですので、はい、応援してください。クラッシュガールズ頑張ります。頑張ります。クラッシュギャルズ、ライオネス飛鳥20歳、長与千草19歳、 3AA タッグチャンピオンの座を目指して青春の旅は今始まった。飛べクラッシュギャルズ、燃えろクラッシュギャルズ。名文句は古い封筒に走り書きされた演説原稿から生まれた。大切な書類を鮮やかに、コピーフロンティア、リコピー。父さん、ヨードラン光、僕の分も食べよ。体に良いヨードラン、普通の卵の約20倍も入ってるんだってよ。お前って怖い。真面目で美味しいヨードラン光。生まれ変わる、それは女。男犯には、男犯には分からしまへん。プロが選ぶ化粧パフ、シルコットエレガンス。お近づきにズームなど、キャノン、オートマ、グッドデザイン大賞受賞。ですか、こんなところに打ちつけたのは。長谷園です。困りましたね。キネサヤと油揚げ、ほうれん草、長谷園の味噌蔵から新発売。ずいぶん急いでどこ行くの。確定申告、割り審だったらいらなかったのにね。丸湯超えたら日西銀の割り審、知ってりゃよかったのにね。小柳証券でどうぞ。あったかいフライドチキンが待ってます。今日はちょっと多めの6ピースホームパック。ちょっとあったかいカードもついてるの。ケンタッキーフライドチキン。
またまた豪華に二代目引田天功と OSK ダンシングチーム夢のショー、熱海ニューフジアホテルのザ・マジックファンタジア、熱海に来てね。お刺身おいしい冷蔵庫、氷温室です。マイナス1度の冷たいお部屋、おいしい産業氷温スリードア。おお大変、うるせえ奴らがまたまた映画になったっけ。今度は夢の世界に投げ込まれたうるせえ奴らの脱出サバイバル、大変うるせえ奴らパート2、みんな見るっすよ。うちでは油の処理に固めるテンプル使ってます。ジョンソンから固めるテンプル新発売、油の熱いうちにさーっとよーくかき回して、冷めたら固まります。天かすや油の泥まできれいさっぱり、固めるテンプルなら無添加植物性だから安心。油の処理はジョンソンの固めるテンプル、吸わせるテンプルもよろしく。今週の全日本女子プロレスは広島からお送りしております。今バイオネスアスカ、長代千草両選手が登場してまいりました。今日はこれからスペシャルタッグマッチ30分一本勝負であります。さあ続いてはジャガー横田、そしてミミ萩原の登場です。ジャガーのテーマに乗りまして、今ジャガー横田、そしてその後ろからミミ萩原両選手であります。共に広い場をリング上が一段と華やかになってまいりました。第4試合タグマッチ30分一本勝負を行います。赤コーナーオールタシングチャンピオン130カウント、ミミ昭和53年にデビューいたしましたミミ萩原選手、マスクチェイトビュー世界シングルチャンピオン130パウンド、ジェナーヨコ、実力ナンバーワンであります。 BWA 世界の頂点王座を独占し続けておりますジャガー横田、空手殺法が身についてすっかり貫禄を増しました長代千草。今年は大きく飛躍する年にしたいと言っておりますライドネス飛鳥、目標はただ一つ 3AA の世界タッグ選手権であります。クラッシュギャルズとそれからジャガー横田ミミ萩原、スペシャルタッグマッチということになってますけども、なかなか面白いね。そうですね、はい、塩野さん、はいはい、小林からですが、ミミ萩原選手の控え室先ほどちょっと訪ねてみたんですけれども、ね、はい、ものすごく静かなんですよ、ちょっと引退するかなという噂が流れていますね、そうですよね、こちらの方に話を向けてみたんですがね、はい、はっきりとは何も言ってくれませんね。あ、そうですか。ただあんまりにも静かなので、ひょっとして何かあるかもわからないんじゃないかな、という感触でした。公認ファンクラブの人たちもね、そのあたりを心配しているようなんですけども、これから試合が始まろうとしておりますが、まずそのあたりからですね、ちょっと宮本さんにね話を聞いてみたいと思うんですけども、宮本さん何か掴んでますか。そうですね、引退問題というのはずっと噂されてきましたよね、はい、正月に、デビル横田と一応2連戦やりまして、はい、ドローで切り抜けたわけですけどもね、その後も一応、ファンが声援してくれる限りと、はい、といった発言で、一応ドクター体の方もドクターストップがかかっていますと、はい、そういった発言が出ていたわけですけども、ね、はい、あと反応を見て、決めたいと、自分自身ではある程度やはり何がしかの覚悟はしてるんじゃないですか。そうですか、はい、
あるいは決心を固めて、今日リング上に登場しているかもわかりません。例によりまして、やはりあの腰にはさらしが巻かれております。耳萩原選手であります。渋谷哲平さんはね、耳萩原選手のね、大ファンでね、今日は放送席にも座ってくれてるんですけども、何か今あの小早川レポーターからの報告によりますと、耳萩原選手あるいはね引退なんていうこともね、まあこの人は毎年毎年引退引退と言われ続けてるんですけどもね、もったいないですね、もっとそうだとしたらね。耳萩原選手がね、まあ、本当にあのプロレスラーになること自体最初は不思議だったんですけどもね、例えばあの安子さんがプロレスラーになるようなもんですもんね、はい、体からしてもね、そんな違いませんもんね。はい、でも最近綺麗になりましたね。そうですか。さて、そして今日は耳萩原とがっちりとタッグを組みました 3AA 世界シングルチャンピオンのジャガー横田であります。顔を真っ赤にいたしまして、もう攻めまくっているジャガー横田、まあ、ジャガーなんかも当然あのライオネス長屋のねクラッシュギャルズの最近の人気なんていうのはね、まあいつも会場で見ているわけですよね、当然意識してますよね、ですから今日はあの相当顔を真っ赤にしてね、気合が違いますね。そうですね。そして今耳萩原が出てまいりました。まず足を飛ばしました。2発3発であります。強烈に入りました。さあ手を伸ばしているのはライオネスアスカ。渋谷哲平さんは、この耳萩原選手のね、どういったところに特に惹かれますか。そうですね、男の目ではすごい非常に綺麗ですね。はいはい、なんていうんですかね、やっぱ男にはないなんかパブでも最近本当女子プロとなんか男子のプロレスとねあんまり差がなくなってきたようにね、あの技なんかもすごい。そうなんですよね、特にあの大技もたくさん出しますしね、スピーディーですし、何よりもあの見てて綺麗でしょ。そうですね、はい、背中どうしたんですか。ミミさんはやはりね、一つはね腰を痛めてましてね、やはりどうしても腰が良くならないんですね。今年もあの正月からずっと別府に行きましてね、特別にあの治療を続けたんですけども、どうもうまくないということと、それからもう一つはね、盲腸をねずっとあの悪くしてるんですよ。そしてあの切らずに、痛くなると散らしてね試合を続けていると、このあたりがね、まあ、あの耳萩原選手相当肉体的にも精神的にも苦痛だったんじゃないでしょうかね。はい、ライオネスアスカ選手盛んにこの耳を攻めまくっております。あのクラッシュギャルズということになりますと、なんといっても今年は注目のね、ペアでして、宮本さん、はい、いずれですねまたもう一度 3AA のタッグチャンピオンに挑戦するんでしょうね。いや当然前回堀大森組に挑戦した際は、まあ、60分ドローでいっぱいいっぱい戦いましたもんね、フルタイムで、まあ、取れなかったんですけども、はい、やはり当然あの再挑戦という道は絶対に開かれるでしょうね。そうですね、負けたわけじゃないですからね。はい、さあこれはどうか。今日はスペシャルタッグマッチ30分1本勝負であります。さあ北川がいった、ピンパタッカー綺麗に入りました。さあ長与千草どうか、もう一発、タイミングがいい、簡単あって綺麗に決まっております。場内が沸いている。いやいつもながらジャガー素晴らしい、これも決まるか、カウントが入る、懸命に逃れました。今のは宮本さん何という技ですか。まあ、一応あのフィッシャーマンスープレックスホールド。そうですか、はい、でも素晴らしかったですね。そして今度はマンジ、マンジに入っ、がっちりとマンジが入っております。ジャガーが今日は独断場という感じになりました。さあ今度は足を同じ速攻率の速攻であります。目の覚めるような鮮やかな速攻を展開しております。ジャガー横田、いや広島のお客様大喜び、この辺りが素晴らしいところであります。渋谷哲平さん、はい、ジャガー横田やりさすが 3AA のチャンピオンでしょう。すごいですね、身軽ですねやっぱり、はい。まあ、ジャガー横田選手もあの2月でですね、ちょうどあの 3AA の頂点に立ってから丸3年になるんですよね。あ、そうですか、丸3年、まあ、一時あのギャラクティカにギャラクティカにやられてね、あ、丸坊主になったことはありましたけども、それでもこれだけの3年間頂点に立って、はい、やっぱり実力を維持しているということは大変なことだと思いますね。そうですね、怪我がありません、ジャガー横田。さあ、すまじい行商で今放送席にやってまいりました。長与は叩きつけられております。長与千草叩きつけられて、いや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 、
何か机が壊れちゃいましたね。大丈夫かな。安子さん、恵子さん、気をつけてください。もう怖いな、はい、これはあの向こう側ですから大丈夫だと思いますけどもね。今日は大丈夫やってます。あー、今度は名前を返した。お返ししてあります。クラッシュギャラス場外を返しました。あー、止まってきました。今度は完全にお返した。長屋をやってます。今日はね、この試合でこれだけあの放送席でね、場外乱闘があるとは思いませんでした。ジャガー、さあ今度はミミが助けに来ました。デビル軍団は出てないんですけどすごいですね。まあ今年はあのデビル、あるいは他の軍団というのは色分けはですね、どちらかというと薄くなりましたね。そうですね、不正集団というんでしょうか、お互いがお互いを主張すると、そういった年になりそうですね。もうあのアスカと長与というのはね、やはり独自の道でですね、やっぱりベルトを取りに行くということですよね。はいはい。それから、今日 3AA の世界タッグ選手権に挑戦いたしますダンプ松本、マスクトリュー、これまたデビッド軍団からちょっとあの離れた存在になっております。そうですね、はい。さて広島県立体育館スペシャルタッグマッチ、おっと出た、はい、さすか今のエンジン切りですか。エンジン切りですね。なかなか最近はああいったの切り技が出るようになりました。そしてジャイアンツスイング、これはライオネス飛鳥の得意中の得意であります。さすがに 3AA の世界チャンピオンもたまらず、ちょっと危なかった。あれだけの勢いで振り回されますと ね、 すごいですもんね、大変なもんですね。失神寸前という形であります。さあいったー、どうでしょうか。カウントは2でした。危なかった。ジャガー横田今耳にタッチ。さあまた後ろから、あーっとこれはすごい長与ちぐさ、根性のこもったね、素晴らしい大技を連発しております。そして今度はバックリビカーかどうか、このまま落とすか。パイルドライバーですね。さあ、パイルドライバーの体勢です。中途半端でした。しかし耳、萩原顔を仕掛けてますね。さあ今度は思い切って、あーテールボーだ、首のあたり、危ない危ない、耳は危ない、かろうじて逃れました。素晴らしい両チームのね根性、執念がもう町正面から激突しております。さあライオネスが出た、このキック綺麗に入っております。カウンター、さあジャガー横田ちょっと上が止まってしまいました。ライオネスアスカ上からいった、スリート抜けた、これは18番だ。さあ素晴らしいドロップ出ました。そしてもう一発いっか、また高いドロップが決まった。ジャガーの得意であります18番、そして今度はこのまま片手に変えるため危なかったカウント2。さあ耳がトップロープに上がっている。さあどうか、タッチした、あっと2ドロップ、高いところから決まりました。さあバイオネスアスカちょっと苦しそうだ、ロープに触れている耳が、耳の空振り、ライオネス・アスカよく手を振りました。このゲームはさすがであります。さあロープ越しの後ろからバックドロップ出た、そして長与が登場であります。さあ長与がまた耳をロープに振っている、そしてスバット、18番のスバット出ました、強烈だ。これは耳にとってあまりにも強烈であります。耳動きが止まった、そしてバックを取った、今度はどうか、あーっとトップロープからエルボーでいった、危ない、耳は危ない、かろうじて逃れました。さあ4人がリング上に登場しております。あーっとこれからどうか、サソリ固めの体勢に入った、サソリ固めがっちりと決まりました。耳が逃げる、耳が逃げる、ジャガーが逃げる、どうか、耳は完全にロープを掴んでいる、ジャガーもロープを掴みました。いやー、クラッシュギャルズのこの辺の呼吸っていうのはもうぴったりですね。そうですね、はい、ちょっと調子に乗りすぎましたね。あー、そうでした。さあまたも形勢が逆転いたしました。さあ、あーっと、右が場外に行った、これは綺麗に決まっております。いやー、すみいたしました。気合がこもっている両チームであります。素晴らしい試合を展開しております。再び場外です。広島県の体育館場外だ。こんなもライオネスがやってまいりました。ライオネスがやってきました。ちょうど放送席の前です。さあジャガーが上がるか、ジャガーが上がるか、足を取った、
カウントはどうかと射殺されました。場外でね、さあカウントがついており、このまま行きますと両者場外カウンタークリアリソーがまたジャガーが上がろうとしているが、さあ危ない18が19になった。両者場外カウントアウト、ゴングゴングとうとうゴングが鳴ってしまいました。場外乱闘エスカレートのしすぎであります。両チームとも上がれませんでした。両者場外カウントアウトでしたね、宮本さん、ね、それにいたしましても今日は本当に力が入っておりました。ライオネスアスカ、長与千草クラッシュギャルズ、そしてジャガー横田ミミ萩原。さて今リング上に G エリングアナウンサーが上がっております。お話がございます。何かミミ萩原選手が今マイクを取っております。皆様今日は本当に、女子プロレスに来てくださいましてどうもありがとうございました。それで今日までミミ萩原を応援してくださいましてどうもありがとうございました。体の不調が続きまして、ドクターストップがかかりまして、今日限りでリング降りさせていただきます。やはり引退表明なんですね。そうですね、はい。本当の引退式は今度4月1日の東京の後楽園ホールで行います。本当に今日はどうもありがとうございました。やはり萩原選手引退の噂は本当だったようであります。つい先日も文化放送でね、私も一緒に萩原選手と出たんですけども、その時はですね、もうプロレスが好きで好きでしょうがないんで、私はこれからも続けますということを言ってましたがね。 3AA 世界チャンピオンのジャガー横田が萩原の右手をしっかりと上げております。しかし昭和53年デビューして本当によく女子プロレスのリングを盛り上げてくれました。小早川レポーターにですね、早速控え室に行ってもらいまして、一つ耳萩原選手にもう少し詳しいところを聞いてもらいたいと思います。心境を聞いてもらいたいと思います。はい、こちらは控え室です。耳萩原選手が帰ってきました。ちょっと一段と寒いようなね、この控え室ですが、関係者の皆さんの間ではそうじゃないかなという噂もあったんですが、はい、ファンはね、はい、さっきびっくりしてました。そうですね、体のね、状況がそうですからね、いや、もう得ないのかなっていうね、感じもするんですけれども。そうですね、もう限界まで来ちゃってるんですよね。ですから、普通の試合、今、晒し巻いてやってるんですけれども、もう取っちゃうと全然ダメなんですよね。ですから、もうドクターストップも完全にかかっちゃってますし、それ以上無理すると、今度普通の、なんていうんですか、あと、これから先のね、将来にも影響があっちゃいますので。なるほどね、はい、最後にね、ファンの皆様に、もう言葉ないんですけど、ここまで、来れたのもファンの皆さんも一生懸命応援してくださったからやってくれたんだと思います。だからこれからも、新しい人生、これからいろんな仕事また始めるんですけれども、今まで皆様応援してくださったことを、胸に秘めたまま新しいスタートしたいと思いますので、